杉浦君はなかなかいい青年だったな。あんたちょっと褒められただけでそれか。まだ信用できるわけじゃねえがよ。持ちつ持たれつくらいでやっていく分には悪くねえと見たぜ。かもな。まあとにかく今夜もう上がりだ。俺は事務所に戻るよ。おう、じゃあな。
もしもし。ん？なあ。え？え？あはは。お。ん？
ちょっと。
Dabo. Ne. では、始めます。 どうされました？レッドをお願いします。では始めましょう。スタンド。よっしゃ！どうされました？レッドをお願いします。お手柔らかに。
始めます。どうされますか？いい加減にしろや。
もしもし。八神さん、城崎です。珍しいな、沙織さん。どうかした？新谷先生がずっと電話に出ないんです。今日八神さんと話して事務所を出たきり。それで？教令会に狙われてるかもしれないんですよね。いや、大丈夫。少し脅かしすぎたかもな。八神さんからも電話してみてもらえませんか。新谷先生、私からだと出てくれなくて。俺の電話なら出るって人でもないけど。まあでも分かった、電話してみるよ。新谷先生、今どこにいる？源田法律事務所のエースとして法律に関するご相談はこの新谷正道にお任せを。新谷、ではメッセージをどうぞ。東条会を標的とした教令会の銃声、神室町は混迷の度合いを深めていく。誰の目にも見えていたのはヤクザの島争いという単純な図式だが、その陰に大手ゼネコンや政治家たちの存在が垣間見える。そして八神のすぐ背後ではモグラの鋭い爪が新たな犠牲者を生み出していた。どういうことです？新谷先生が。でも八神さん、さっきは大丈夫だって。なあ、沙織さん。俺もまだよく飲み込めてないんだ。ただ、犯人はモグラだと思う。警察に通報は？いや、これから。じゃあ、まず通報した方がいいです。それから。通報は沙織さんの方で頼める。え？俺は警察が来るまでにできるだけ現場を調べておきたい。頼むよ。わかりました。よろしく。
源田法律事務所から通報を受けてきた。いきなりあんたが来るとはね。黒岩刑事、新谷弁護士か。ええ、よく知ってるよ。羽村を無罪にした凄腕だからな。そうか、お前それが妬ましかったんじゃないか。は、被害者とはもともと不仲だったんで。なるほど、挨拶代わりに人を犯人扱いか。できる刑事はやっぱり違うな。これから鑑識を入れる。お前には住居人として立ち会ってもらうぞ。その後ここは立ち入り禁止だ。いつまで？少なくとも今夜はよそで寝床探せ。そんな金ないんだけどな。汚職警官に払ってる金があんだろ。綾部の情報はガセも多いぞ。何の話です？お前警察なめんなよ。ああ、さっきまで警察の捜査に立ち会ってて。源田先生はまだ事務所に？ええ、八神さんから新谷先生の話を聞きたいって。私も同じです。星野君も。分かってる、今からそっちに行くから。じゃあまた後で。